皆さんおはようございます。今年もよろしくお願いします。冒頭能登半島地震で被災された皆さん方に心からお願い申し上げたいと思います。佐賀県は全力で今後とも支援を続けてまいりますので、そういった強い気持ちで支援をしていきたいと思います。さて今日の会見ですけれども、はい、まず冒頭で、県立大学の検討についてです。専門家チームのリーダーを決めました。はい、山口勝則先生で、あります。まあ、略歴がここに書いてありますように、大学生の経験も豊富ということで、今立教大学の経営学部長ということで、過去には大学の副総長を歴任されたりもしております。そして何といってもまさに経営データ教育の重要性ということで、専門領域が我々の行おうとしている領域と合致しているといったところが非常に適合しているというふうに感じましたし、そして何よりも、佐賀県出身ということであります、富士町ですね、あります旧富士町ということで、非常に山間部になりますけれども、そういったところからさらに志向を卒業して、球団に行かれて、数学の勉強をずっとされていたということから、データサイエンスということでありまして、非常に佐賀への愛着もあられることということもありまして、いろいろこれまでさまざまな皆さん方と意見交換をしてまいりましたけれども、山口先生が適任ではないかということで、オファーをして承諾をいただいて、今日の発表に至っているということであります。はい、続きまして、今日は、あと2点、発表項目があります。まず、佐賀2024のことに関して申し上げます。はい、佐賀2024が SSP 構想の一つの大きな通過点、飛躍点ということに関しては皆さん方にもこれまでもお伝えしてきたところであります。この国体、国スポ、全勝スポだけが盛り上がればいいということではなくて、その先においても佐賀からこのスポーツにおいてさまざまな感動を与えて、スポーツビジネス、スポーツホスピタリティであったり、世界のスポーツシーンを牽引するような、そんな地域にしていきたいと思っております。そのためにもこの2024、今年ですね、佐賀も含めたインターハイも夏行われますし、その流れの中で、パリのオリパラも開かれます。でその流れの中に、また佐賀2024ということでありますので、日本中、世界中がスポーツイヤーでありますので、そうした中で佐賀2024を輝かせていきたいと思っております。本日で開会まであと256日ということになりました。これは記者の皆さん方も含めて、みんなで盛り上げていきたいと思いますので、ご協力、ご支援よろしくお願いしたいと思います。はい、新しい大会ということであります。佐賀の場合はこういった新しい大会、すべての人にスポーツの力をということで、コピーの中にですね、あまり佐賀の特産品とかを入れてないというのもこれ初めてだと思います。特徴的なところでもありますし、特徴的に言えるのは、まず開会式を見ていただくということで、選手団の入場というのもこれまでとは違ったシーンになろうかと思いますし、吉岡徳仁さんの効果ですね、そういったシーンというのはこれまでにない、非常に芸術的なシーンが見られるんではないかということで楽しみにしていただきたいと思いますし、表彰ですね、個人表彰にメダル授与するとか、伴走者、全勝スポでは初めて伴走者へのメダル授与だろうということもあります。さらにナイトゲームの開催というのも大会初導入ということであります。カラスでバスケットボールというのは決まっていたんですけれども、さらに佐賀市のバレーボール青年女子といったことについてもやって、仕事帰りにも観戦できるような、そんな大会にしていきたいと思います。でいよいよぜひ県民の皆さん方に、この佐賀2024スポ全勝スポに、
応援の形でもいいし、こういうサガンティアというボランティアの形でもいいので、何らかぜひ参画いただいて、一緒に盛り上がっていただくっていう佐賀県全県民全みんなで盛り上げる大会にしたいなと思っております。その中でこのボランティアサガンティアは応募締め切りが2月の末日となっておりますので、ぜひ手を挙げていただきたいなと思っています。はい。そして、その参加する一つの、プログラムとして、4月21日からデモンストレーションスポーツというものが始まります。その一例ですけれども、みんなが参加しやすいようにということで、例えばこうウォーキング、これ別に順番つけるわけではないんだけれども、みんなで歩こうといったこともこのスポーツということです。アジャタっていう、これ玉入れのことですけど、スポゴミといって、みんなで、ゴミを拾うわけだけど、ポイント制になってて大きなゴミを拾うと点が高いとかですね、そういうちょっとゲーム性を帯びながらみんなで体を動かして、競っていくようなものだったり、他にはビンゴゲームの勝負強さでこうなんかね、囲碁手玉っつってボールを投げて、縦が揃ったり斜めが揃ったりポイントアップしたり、スカットボールだったりグランドゴルフだったり、有田でよくやってる皿かぶり競争だったり、いろんな体験ができるので、ぜひ自分には何が合うかななんていう感じで、2月1日から順次募集を開始しますので、各スポーツの主催者に、申し込んでいただきたいなと。そして参加申し込みガイドもありますので、ぜひそういったもので、このウェブ版などを見ていただきながら、自分に合う参加する何かを見つけていただきたいと思っております。はい。そして続きまして、競技者のための食事レシピ集というものを作りました。佐賀は SSP コースもやっているので、スポーツ栄養学のエキスパートにも監修して、競技者のための食事レシピ集という全29献立のレシピを紹介しております。それは皆さん方の責任もあります。簡単に言うとアスリート用なので、低カロリー高タンパクいいですか、そういうふうなメニューを揃っていて、要はヘルシーで、寿司下もしっかりガツッと美味しいっていうのが、私もこう見てみたんですけど、10枚食べてみたくなるようなメニューを揃っているので、ぜひこれ何て言うんでしょう、県民の皆さん方が普段使いしてもらいたいメニューが並んでおります。ぜひ参照していただきたいと思いますし、本日このデジタルブックという形でもお届けしますので、ぜひチェックもいただいて、みんなで食でも佐賀2024を支えていきたいというふうに考えているわけであります。はい。続きましてという、多くの皆さん方で佐賀2024を成功させたいという気持ちを込めて、3月9日に大団結集会ということで、主催者とか市町の皆さんとか、さっき言ったサガンティアとか、さまざまな全勝スポのサポーターとか、いろんな皆さん方に集っていただいて、みんなで盛り上げていこうな、行こうっていう、フィナーレは全員でバトンと大合唱と書いてありますけども、いろんな皆さんで盛り上がりながら、佐賀2024を成功させようという大集会を開きたいと思っております。そして一般の方も参加できますので、まだ佐賀アリーナに入ったことがないという方もぜひ応援をしてあげてほしい、ここから参加していただきたいと思っております。はい。ということで、佐賀2024は一つの通過点ということで、いろんな強化を続けているわけですけれども、正月早々佐賀工業のラグビーベスト4ということになりました。準決勝でね、宿敵の東福岡に負けてしまいましたけれども、私も鹿児島国体とかそばにいたので、1点差とかで負けて、なんか最後にね、3度目の正直と思ってましたけども、なかなか、やはりスポーツって筋書きがないので、やっぱり筋書き通りにもいかないこともあるし。ということで、もうみんなと本当に悔し泣きしましたけども、でも本当に素晴らしい連中、ごめんなさい、素晴らしいメンバーで、
ということで、本当にこれから先も期待したいと思いますし、東高校のサッカー部も、まあ、本当に28年ぶりにベスト8に入っていただきました。まあ、本当にいいチームになったなと、点も取れて、守れてということで、まあ、これからも佐賀東の伝統で、さらに上が目指せるのかなというふうに思いました。ラグビーもサッカーも、まあ、佐賀県が両方ベスト8に入ったわけですけれども、もう県立高校ではラグビーでも佐賀工業だけ、サッカーでも県立高校は佐賀東だけということで、まあ、ほとんど私立なわけですね、スポーツの世界っていうのは。なので、佐賀県は公立高校であっても唯一無二の今教育づくりをしているので、スポーツにおいてもしっかり支援をして、佐賀ならではの SSP 構想の上での佐賀の高校づくりというものも一緒になって手掛けていきたいと思っております。で、佐賀から新しいスポーツ文化を切り開いていきます。はい、続きまして、名古屋から始まる歴史文化体験ということで、今佐賀県は名古屋城をクローズアップして、始まりの名古屋城というプロジェクトをやっています。むしろ名古屋城は今始まるんだ、名古屋城のプロモーション始まるんだという強い気持ちで進めております。はい、で、いよいよ2月1日から信長の野望とのコラボ周遊サインがついに出現して、雰囲気が出てきます。私も先日渋沢興さんと対談をさせていただきました。先の 会社光栄の社長さんです、まあ、非常に盛り上がりまして、名古屋城っていうのはすごいねということでですね、渋沢興さんは武田信玄が一番一押しらしいんですけど、知事はって言われたので上杉謙信と言ったらむむって言われてしまってですね、まあ本当にまあ、それぞれですね、やっぱ思いのある武将があったりとかするわけですけども、いよいよ周遊祭が全63箇所に登場するということで、まあ、まずですね、これ上場ですけども、ここは上場の入り口ですね。ここが東郷の交差点で、ここからこう出てくるのが先立って開通したルートグランブルーに、ここからトンネル入っていくわけですけども、この入り口の差しの交差点のところに、この巨大な何メートルですか、7メートル、はい、7メートルのマークがですね、1月31日に設置、大型歓迎塔が設置されるということでありまして、でまた陣屋とかですね、いろんなところにあるわけです。島津義弘とか徳川家康とか加藤清正とか福島正宗、伊達政宗、まあいわゆる当時の大名たち で、ここのスタンプラリーということで、それぞれに信長の野望のこのサイネージがあって、それに対して信長の野望クラブの限定グッズをプレゼントするということになっております。これ中身はまだ発表なんですか、はい、あ、違うということで、それはいずれ発表するところになります。はい、そして3月23日にいよいよ第3回目の名古屋城大茶会ということで、まあ、いよいよコロナも5類になりまして、僕らが想定していた大茶会に近づいたものができるのかなと。これまでの2回はどうしてもコロナ禍の中であったので、限定がかかっていたんですが、いよいよ今年からはもっとパワーアップできるかなと。まあ、これまでもですね、お茶とか鷹、それから能、それから、まあ、こういったメンバーでいろいろやってきたんですけども、まあ、今回はさらにパワーアップして、書、花、器、お酒、旗頭、そして、まあ、食、まあ、経団とかですね、まあまあ、非常に幅広い分野で文化の交流が行われていたということに焦点を当てて、400年前にタイムトリップしたいなというふうに思っております。ですので、ぜひ普通の格好でもいいんですけれども、まあ、昔の格好中コスプレ、まあ、元々あれですよ、名古屋城って秀吉がコスプレ大将ですね、なんて言うんだろうね、あれ
仮装大会も開いていたということなので、あのコスプレファンにもぜひ集まっていただいて、まあ、いろんな格好をしていただきたいと思います。ちなみに羽田美智子さんもコスプレをして、コスプレって言っちゃったんだ、当時の時代衣装で登場いただけるということでありますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい。さらにですね、大茶会では今回人間スタンプラリーというのをやってみようかなというふうに思っていて、まあ、各全国から小西行長、徳川家康、前田利家、島津義弘さんがさんの何て言うんでしょうか、武将隊のメンバーが来ますので、まあ、この人たちが、まあ、うろうろしてますから、そこで大きなハンコを持ってますから、ペタッと打ってもらって集めると、いいことが起きるということで、ありますと。特製缶バッジもプレゼントというような形で、これでも盛り上がっていただきたいと思いますし、で佐賀県は大御の茶室を設置してしたわけですけれども、今度はわびさびという意味で草庵茶室を復元作業をずっとしておりました。でいよいよこの秀吉のプライベートの茶室、まあ、いわゆるこの自然の風情を取り入れた簡素な造りの方の茶室、これも宗旦日記の方に当時の模様が書かれております。こちらもこの大茶会に合わせて名古屋城博物館に展示予定なので、こちらの方も味わっていただく、まあ、言うならば黄金の茶室と草庵茶室が近くにあるので、まあ、両方それぞれの持ち味を楽しんでいただけるのではないかと思っています。はい。150もの武将が集まった名古屋であります。それぞれの楽しみ方で多様な日本文化を堪能していただきたいと思います。上場の工作の名前もですね、この1月31日に向けて、一つ一つ、変わっていきます。ひまりが丘が徳川家康の陣屋と前とかですね、昔の雰囲気が出るような形になっています。さあ、これからの上場に期待していただきたいと思います。はい。これではちょっとピンを5点申し上げたいと思います。一つはスポーツクライミングのジャパンカップっていう大会が年に1回開かれるわけですけれども、佐賀県で初めて開かれるということであります。しかも3種目、ボルダーとリードとスピードが同じ場所、佐賀県の各市同じ場所で開かれるということも初めてだということです。2月の10から12日にボルダー、23、24にリード、25にスピードということで、この3種目についてのジャパンカップが行われます。非常に佐賀県というのは今スポーツクライミングの大きな拠点、鹿児島国体でも競技別優勝をしたくらいですから、まあ、ということで非常に優れたメンバーもみんな参加します。観戦無料なので、ジャパンカップぜひ、目の前で、皆さんに楽しんでいただきたいというのが1点目です。はい。2点目ですけれども、まあ、ちょっとこれ、まあ、ちょっと自慢でもあるんですけれども、県民の皆さん方と喜びたい一つの、報告です。がんの検診受診率が非常に佐賀県は伸びていて、一つのきっかけは平成28年に中学3年生に視力筋検査除菌実施っていうのを全県中学3年生に公費で行うことというのも大きなきっかけになったのかなと。まあ、ご案内通り、私知事になってすぐに胃がんになりまして、その時いろんな人たちと意見交換を入院中にしたことも契機で、ピロリ菌を除去することをずっと続けております。この子供にこのがん検診をすることで、保護者にもアプローチをして了解を取る必要があるものだから、まあ、そういった中でいろんながんについての意見交換もされたりとか、がん検診の大切さっていうものが広がって、そして我々も県内登録医療機関ならどこでも受診可能になるように広域的にがん検診ができるように広げていったり、まあ、啓発活動もしていったりとかいうことで、まあ、この胃がんの話をしますと、平成28年に佐賀県19位だったのが今の7位ということで、まあ、ちょっと臨検出してあれなんですけど、福岡と長崎に比べると、まあ、圧倒的に検診率が高いという状況になっています。
ほか、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がんについても非常に伸びを見せておりまして、まあ、こういったものっていうのは政策的に実施するっていうことの意義があったんではないのかな、地域性だけでは語れないので、まあ、こうやって、佐賀県民の皆さん方とそういう気持ちを共有していきたいというふうに思いますし、まあ、このピロリ菌の事業もですね、成果が現れるのは中学3年生すぐに胃がんにかかりませんから、30年後ぐらいに発生して、あ、佐賀県から胃がんがほとんどないねっていう、まあ、未来へのプレゼント事業なわけです。まあ、でもそういった事業に対して県民の皆さん方が非常に肯定的であったことが、まあ、こういう広がりにもつながっているのかなというふうに思います。やはり命大切なものでありますから、みんなでこういった環境を共有していきたいと思っています。はい、で続きまして、江藤新平です。まあ、本当に西郷隆盛が西南戦争で亡くなって、その直前に、まあ、今から150年前ですね、江藤新平と島吉武が佐賀戦争で、停止したという事件がありました。まあ、西郷隆盛の方はもう本当に鹿児島県挙げての復権運動で、非常に今でこそもう薩摩で、あがめ立つ家庭祀られるような、もともとね薩摩藩でも離島に配慮したりとか脱藩したりとか、もういろんなことがあったんだけれども、やっぱり我々の佐賀からするとこの江藤新平っていうのは、まあ、すごい大きなことをやった、もう国家制度の今の日本のベースを作ったわけですね。国民皆教育を導入したりとか、京都にあった都を東京の方に移すという建白書を出したりとか、裁判もこれまではお上が裁いてたのを、いわゆる民重視の裁判制度を導入したりとか、まさにこの明治維新の時の制度設計をして担っていたのにもかかわらず、まあ佐賀県として、江藤新平をもう一回復権させなきゃいけないという思いがやっぱ強くて、維新博から七賢人やってまいりましたけど、いよいよ最後の大物この江藤新平、まあ、これをですね、なんとかこれから復権運動の第一歩として、高らかにこれから行っていきたい。まずは3月15日から5月12日まで、没後150年特別展、没後150年、すなわち佐賀戦争から150年経った今年、江藤新平にクローズアップをしていきたいと考えております。はい、さらに3月19日に佐賀イノベーターズトークライブというものを開催したい。まあ、佐賀県は人への投資を行っていくということであります。起業するということも大変素晴らしいことでありますし、さまざまな支援で、今個別支援を行っているということが佐賀県の大きな特徴でもありますし、イノベーターが一堂に集結して、みんなでさまざまな実例についてのプレゼンをしたりします。どなたでも結構なので、なんか新しいことをやろうかなっていうことを考えている方についてはですね、ぜひ佐賀プラザ3月19日にお越しいただきたいと思います。はい、続きまして、8年ぶりに総合プロモーションをバンコクで実施したいと思っています。これは2月の1日から3日であります。ご案内の通り、タイの佐賀県への来訪者というのはずっと増えていて、まあ、これは映画ドラマを佐賀で、撮影されているということも多かったわけであります。まあ、その他関係強化をずっと進めてきて、タイフェスも佐賀は毎年コロナの間も続けてまいりました。まあ、そういったさまざまなことが功を奏して、今回シリントン王女殿下が謁見をさせていただいて、鍋島焼きを献上するということで、昨日出来上がったものを鍋島焼きの皆さん方が来ていただいたので、あれを持って、でそれから全大使への交流大使の移植などをやっていきたいと思いますし、2月2日にはさまざまなキーパーソン200名の皆さんを招待して、ちょうど8年前にやったような総合的なプロモーションパーティーを開いていきたいと思います。
で、まあ、私自身は今マレーシアもですねドラマの大ヒットという佐賀を題材としてそこを舞台にしたものがヒットしているので、まあ、今フィリピンもそうですね、タイと同じように徐々に佐賀のムードが高まってきているので、まあ、この日にマレーシアの方でも佐賀のプロモーションが広がるような意見交換をしていきたいと思っております、はい、ということで、以上を私からの発表項目とさせていただきます。ありがとうございます。それではただいまから質問をお受けいたします。まず患者さんからお願いいたします。私は読売新聞からいくつか質問させてください。まず県立大学の専門家チームの関係なんですけれども、今回山口先生にリーダーが決まったということ で県立大学は理文融合を掲げられてて、いいと思いますけれども、特にこの山口先生に期待することっていうのを教えてください。そうですね、山口先生何度かお会いしましたけれども、まあ、非常に人間性あふれる、そして学生を大切にしながら発展系で何かを作っていくのにふさわしい方だなって思いました。そして現状に甘んじることなく、常に前を向いていただける方だなと思ったので、これからこの佐賀県立大学の構想、まだまださまざまな議論があると思いますけれども、そうした中でも一緒になって、時代に合わせて、発展させることができる方だじゃないかなと私も思っておりますし、まあ、実際の改革っていうのは早くてもまだ5年後になるわけですけども、まあ、長いお付き合いをさせていただいて、その中でもこれから何といっても佐賀に対する愛情が非常に深い方でもありますので、いい形になっていけるんではないのかなと確信した次第です。ちなみにこの専門家チームに入る方々に関しては、将来的に改革後も運営に携わってもらいたいという意向があったと思うんですけれども、山口先生に関しては学長候補になっていくと、それとも学部長とかそういう形の携わり方になるんですか。まあ、まだ入り口なので、私はもう長くお付き合いいただける方と思ってリーダーにさせていただいて、まあ、この後山口先生と相談しながら、まあ、いわゆるこう議論する具体化プログラムを進めていくメンバーを作っていくことになると思います。まあ、そうしたメンバーの皆さん方はそのどこまでということではなくて、もう開学まで、そして開学以降もですね、関与いただけたらいいなと思っておりますけれども、まあ、こればかりはこれからまださらに議論も進んでいくし、さまざまな意見も出てくるので、まあ、そうした状況の中で、いい形を作っていきたいということなので、まあ、今の時点で何かが内定しているということではありませんけれども、末永く、まあ、ずっとパートナーであってほしいメンバーにだと思っております。あと大学でもう一点、先ほどお話の中で残るメンバーに関しては山口先生と話しながら決めていきたいということですけれども、まあ、例えば今後その残る方を人選を決めていく過程だとか、初会合を開くだとか、年度内のスケジュール感ってどういうふうに今見通していらっしゃいますか。まあ、それこそ山口先生今現職なので、それを辞めてということではなくて、まあ、我々としてはいろいろ移植をしながら進めていく状況なので、そのスケジュールもですね、山口先生と相談しながらということになろうかというふうに思います。ただ我々はできるだけこう早くやりたいなと思っているので、まあ、そうした中で、まあ、1月の間には一度来ていただける状況が作れそうだというふうに聞いていますので、まあ、そうした中でさまざまなスケジュール感も出ていくのかなというふうに思います。あともう一点、新幹線の関係なんですけれども、先日国交省の、鉄道局の次長さんと南里副知事の、まあ、健康案というか話し合いがあったと思うんですけれども、その、報告を受けて知事としてはどういうふうに報告の内容を受け止めていらっしゃいますか。どんな話になるのかなと思っていましたが、まあ、南里副知事から聞いた話だと
国から特に新しい提案はなかったと聞いています。そして、さまざまな意見交換ができたという意味では非常に有意義だったと思いますけれども、一つ南里さんの方からは議論を深めるためにはアセスルートをいった白紙にして、地元で一から議論して合意形成を図る必要があると提案したと聞いていますので、もともと私もこの新幹線の問題というのは佐賀県と長崎県が合意をして、そこで手を挙げたところから、振り消しというんですけど始まっているので、そこが今崩れていますから、振り消しというの、開発を断念したというね、その原点というのはやっぱ大切にすべきなんだろうなというふうに思っているので、今後どういうふうな議論になっていくのかを注視していきたいと思います。通信の中村です。私の方からも何点か質問させていただけたらと思います。まず今年いよいよ国府家の国スポ全勝スポが開催されるということで、佐賀県にとっても勝負の一年になると思います。改めてこの国スポ全勝スポ、佐賀県の今後の発展にどうつながることを期待して取り組んでいかれるか、お気持ちを お聞かせください。私はこの当時国体全勝スポを開催するにあたって一過性のものにするしてはいけないなというふうに思いました。例えば私の我々の前に開催した栃木県であってもですね、もう600億以上の投資をして、進めたわけで、それだけの大きな、経費を投資するんだったらそれをその先に生かすような形にしなければいけないということで、そもそも SSP 構想というのは息の長い取り組みでもありますので、まずこの大会自体のハードの投資についても佐賀アリーナに、集中投資をするとか、他で、削れるものは削って全体として見ると戦災権よりもコンパクトな財政負担になるように、考えて、事務計画を組んでいます。そして、むしろこれから大切なのはアスリートたちがそのスポーツで、ご飯を食べていける人はいいんでしょうけれども、そうじゃないいろんな人たちが挑戦しながら、なかなか人生設計という意味ではなかなか厳しいというセカンドライフというか、そういったものに対して、コミットしたいというのを思っていたので、その先もスポーツビジネス、スポーツホスピタリティといったものを佐賀から成功させて、そういったところで投資する環境、ファンドがあって、そういったものがまた裾野を広げて、そこにリタイアしたアスリートたちが戻ってきて指導者としてさらに後進を育てるという、そのまさに SSP 構想ができればいいなというふうに思っていたので、ちょうど、ここのところスポーツって本当に感動的だなっていうのは国民的な気持ちになっている今環境だから、大谷さんの活躍とかね、いろいろサッカーの日本代表の活躍とかもあって、なので、そういったものを佐賀の前へ向く、元気に転換したいなという強い気持ちで、今年の2024を迎えたいというふうに思っております。ございます。ちょっと国スポの関連でもう一点伺いたいんですけれども、今昨今アスリートへの盗撮被害っていうのが問題にはなっておりますね。お隣福岡県の方ですと条例を改正して、そのアスリートへの盗撮っていうのを規制しようとする条例案も出ております。国スポでも全国からたくさんの選手が佐賀に来て、で中には未成年の選手もたくさんおります。そうした選手たちが安心して競技に臨めるように佐賀県としての対策、何か考えていることがあれば教えてください。はい、そこの県政については、実はうちの佐賀サンライズパークは総合グラウンドっていうのは割とこうみんなから周りから見えるような形で設計してあるので、そこの部分というのは私も意識しました。でみんなで議論する中で、そういったもう本当に許しがたいようなことに関してはみんなでそういうことができないような環境をもうソフト的に作っていこうということであります。ですのでいろんな人たちが周辺を巡回しながら声かけをして、そういうことがないような形でやっていこうと。
まあ、条例とかさまざまな規制をやっていくっていうのもですねあるんですよ、やり方としては。ただあまりにも寂しすぎる、この人間がそんなことをやっていくっていうことに関して。なのでそんなことができないようなもう感動を一気に作って、そういうふうなことが起きないような状況を、作っていきたいなというふうに思っています。ございます。あともう一点、オスプレイの事故に関してなんですけれども、米軍のオスプレイの事故を受けて、先月の県議会の方で、情報提供や原因究明について米軍に要請するよう防衛省に求めたというふうにおっしゃっていたと思うんですけど、その後何か防衛省の方から新たな情報提供だったりがあったのか教えてください。はい、現段階では事故原因について米軍や防衛省からの情報はございません。まあ、我々はそれを今後とも注視していきたいと考えています。幹事社からは以上になります。ありがとうございます。それでは他に質問のある方、挙手をお願いいたします。山口さん、お願いします。佐賀新聞の山口です。県立大の専門家の話で、知事自身がこの、リーダー決定のこの山口先生と直接こうなんかお会いして、例えばお願いしますみたいなことをおっしゃったのか、なんかそういうちょっとこうプロセスを教えていただけると。まあ、いろんな方とお会いしたの で、まあ、いろんな方が応援してくれるっていうのも言っていただいて、まあ、その中で山口先生と直接お会いしたのは9月だったと思いますけれども、その意見交換の一環の中で、まあ、非常にまず学際的に非常に我々のやろうとしているところにピタッと当てはまっている方だったの で、まあ、いろいろ話していく中で、まあ、佐賀への思いだったり、まあ、今後どういう、今立教の学部長ですけど、まあ、どういう人生観を描いておられるのかという話をする中で、一緒にやっていけるんではないのかなという気持ちになりました。まあ、もちろん他にもいろんな方がおられます。で、いろんな方がこれからも協力していただけるというふうに思います。まあ そういうさまざまな考え方の中で、そして、まあ、私だけではなくて、うちの大学のチームもみんな非常に進歩しているというか、先生とやりたいというのでであれば何の問題もないなというふうに思いました。それと県立大に関連してなんですけれども、昨年の11月議会でその800万円の予算を、まあ、再議の結果が原案可決されました。で、執行部予算案に、賛成する形を取ったその自民党の県議会や県議団の議員さんが、会派内で処分を受けるという結果になりました。これについて何か知事思うところございますか。まあ、私は政治家やっていて、自分で考えて判断していくっていうのが政治家として大切なことだなと常々思っているので、まあ、今回自民党の11人の皆さん方が政治家として自ら信念を持って判断をして、決断をされた、その意思を表明されたということに敬意を表したいし、称えたいというふうに思います。まあ、この自民党の11人の皆さんと県民ネット公明の皆さん方については、まあ、私から再議という形、要は再びのお願い、佐賀県のためにはこうあるべきだと思いますかということに対して、ご賛同をご理解いただいたということで本当に感謝をしております。まあ、もともと私はその地方議会というのは知事とそして議員一人一人が自らの信念判断に基づいて意思を表明することが、ね、期待されていると思うんです。まあ、特に今回の県立大学というのは国政全体に横たわっているようなそのイデオロギーではなくて、地域特有の課題だと思うんですね。ですからそのお一人お一人からどう思うのかっていうことで、議論をして、いただく方が良いのではと私は常々思っているので、いわゆる党議拘束というか、まあ、そういったことをかけるということに関しては私は地方自治という観点からすると違和感がある、馴染まないのではないかと私は考えております。も
もう一点ですね、ちょっと中央の話になるんですけども、政治資金規正法に対して、まあ、国民からもいろいろと厳しい目が向けられていて、まあ、規正法の対象に知事もなると思うんですけど、政治資金パーティーの在り方や政治資金規正法の改正についてですね、なんかこうどのようにこう議論を見てらっしゃるのか、まあ、知事自身の考えを聞かせていただきます。この問題はですね、やっぱり政治家って自分で考えなきゃいけないと思うんですよ。でやっぱりこう得てしてこう、まあ、問題症候群というんでしょうか、いやこれはこうやって処理するもんだとか、こうやって昔からやってきたとか、こうなんとなくねそうやってまかれやすいんだけれども、自分で公職選挙法とか政治資金規正法っていうのはどういう考え方でどのようになっているのかっていうことを自分で分かってないからだと思うんです。自分で分かっていたらやっぱそこチェックしたくなるし、自分の関係者、まあ、秘書をはじめ、事務職員に対してもそのまんま全部記帳するんだよって言うはずですよね。だってそうしないとそれ以外ってありえないので。でしかも確かにいろんな政治的な費用がかかるっていうのは私も分かります。だから別にそれは飲み食いだっていろんな人との意見交換だってあると思うけれども、それ全部記帳すればいいので、で説明すればいいわけです。だからそこの部分がなんでそうならないのかな、うん、ましてや一番政治家にとって大切なところなんで、それは政党ももう胃の一番にそこについてのなんて言うんでしょうか、まあ、勉強っていうのを、要は政策って言いますけど、その前にまずそこについてみんなで共有して、間違ってないかちゃんとチェックを常にかけながらやっていくっていうところをやっていかないと、まあ、私はなんかこの政治家がそういうなんか集団みたいな風に見られるのがすごく心外で、私自身は真面目にこう全て記帳しながらやってると思ってやってますが、なんかそこ政治を志す人たちがなんかそういうなんかそういう人たちみたいなのが非常に残念なことで、しっかりやってれば政治はきついけどやりがいもあるし、そういったところをぜひ国民の皆さん方がなんとか将来に希望を持って見ていただくようにしないと、そこに一番私は危惧を感じます。こう政治資金規正法をこう変えた方がいいとかですね、知事自身何か考えお考えありますか。まあそうですね、私も30年ぐらい前に政治改革のど真ん中で、若い頃職員をしていて、で、まあ、当時リクルート事件で端を発揮して、お金がかかっていて、まあ、いろんな人が問題になって、それが選挙制度の問題があって、でお金がかかるから政党交付金っていう制度が作って、そして、同じ政党同士が戦うからお金がかかるんで小選挙区にするっていう、なんか本丸的なところからなんか制度の問題になんか途中ですり替わってるような形をね、まあ、私まだ係長だったので言われたまま仕事してましたけども、なんかそういった危惧というか感じていたんです。なのでまあ今もまずその政治家教育っていうかそういったところの原点をしっかりやらないと、結局罰則でやろうっていうね、まあ、もちろんレンザーとかも検討していいと思うんだけれども、そっちでいくらやってもその政治家本人が問題症候群でもう誰かに任せて、まあ、そんなもんだからって言って過去のやってることっていうのがあるんです。だから過去のやってる問題症候群みたいなところでこんなもんだから、政治はこんなもんだからっていうところじゃなくて、自分の目でチェックをするってことをやればいいわけだけれども、それができないっていうすごいこの悲しい現実の中で、さらにその制度を強化していくっていうことになっていくわけなんだけど、まあ、そういった意味で政治家一人一人のモラルっていうのが試されるし、それを選ぶ国民ということに関してもしっかりこうやっていかないと、これからこの国っていうのはいろんなところで意見交換をしながらさまざまなことを決めていくっていう局面に入っていくので、まあ、そこの民主主義の
政治部という意味で、これが交代にならないように、みんなで考えていくべきだと思うし、それがその制度を変えるっていうことでしかできないということであれば、まあ、そこは強く制度改正をして、ただその結果はみんなで共有しながら民主主義の発展に努めていくべきだと思います。他あれば、はい、長谷川さん。朝日新聞の長谷川です。県立大学構想についてちょっともう一度確認なんですが、その山口教授はその専門家チームのリーダーということで、まあ、あともう何人か選ぶっていうのは前の時にもおっしゃってたんですけども、あとそれが何人ぐらいになりそうなのかというのと、まあ、それをいつぐらいまでに、まあ、先生は1月中に佐賀にいらしてということでしたが、まあ、そういう具体的に後の人生をどれぐらいの時期にして具体的に、まあ、その着手していけるのか、それとその、まあ、県議会でも議論になってたその分離融合ってよくわからない、だからその専門家チームっていうのはカリキュラムを作るというふうに確か伺ったと思うんですが、具体的にどう具体策、どのような具体策を詰めてそういう理解も深めていくという感じなんでしょうか、教えてください。はい、そうですね、私の今はその山口先生をリーダーとしてというところまでで、まあ、これからどういう人生になっていくのかっていうことに関しては全く今頭の中にはありません。というのは山口先生と相談しながら決めるからに他ならないわけであって、まあ、それはうちのスタッフが先生と議論しながらこれから作っていくんだと思いますし、まあ、学際的に言うと、まあ、これは私の感覚ですけど、山口先生はもともと数学者であってデータサイエンスの経験者なので、僕らは理分遊学型だから、そういったところに合わせて、いわゆるなんていうか経営の観点というか経営学の観点というところがオーバーラップしてくることになるので、まあ、そういったところも含めて、どういう構成になっていくのかということに私は関心を持ってますけれども、まあ、具体的にこれ一緒になってやっていくメンバーなので、まあ、山口先生と相談しながら考えていきたいと思います。はい、毎日新聞の五十嵐です。新幹線 の、 問題についてなんですけども、年末 の、 国との協議の中で、まあ、国の方は、まあ、アセスルートが最も効果が高いっていう、まあ、従来のお話をされたと思いますが、で一方でその南里副知事の方からルートについて、その、新都市を起点として、で急行とその佐賀駅の間を通って武雄温泉に繋いでいく、まあ、都内で浮上している新ルートについては、まあ、可能性としては議論してもいいっていうような話があったかと思います。まあ、知事ご自身 の、 その新ルートに対するお考えってどういうものなのか教えてください。はい、まあもう本当複雑な方程式で変数も多い問題なので、答えを導くというのは容易ではないなっていうのが、まあ、今の感想でもあるんだけれども、まあ、それでもやはり議論を進めていくということであれば、かねてから申し上げているようにこの、まあ、ルートだけでなくて莫大な財政負担、やっぱりこれそれこそ南里副知事が同じように言ったように、なんで長崎の 2.5 倍も払うシステムなんだって、それは県民から見ても同じだと思うんですよね。で、まあ、せいぜい長崎の半分だよねって、そういうのも一緒になって議論していかないと判断を間違える。でこの負担金少なくとも1400億っていう、その1400億っていうのがどれだけの数字なのかっていうことのイメージが共有できないところもあって、これもうほとんど財政組めないような状況になるわけですね。それこそ大学で今最大200億って言いながら財政計画組んでて、まあ、そこはなんとかいけるなって僕らは試算してますけど、ここに1400、何もなくてもね1400を乗せるともうほとんど何もない状況になるんですよ。
なので、もちろんルートの問題もあって、今も佐賀駅は佐賀駅として、町づくりが発展しているので、まあ、いろいろそれでも、その佐賀駅自体は難しくても、いろんな可能性があるっていうことで、さっき言ったそのちょっと南に行って、とかですね、いろんなことを検討してもいいと思うんですけども、まあ、それでもね、その財政負担の問題だとか、さまざま在来線がね、どの程度残っていくのかっていう、まあ、その変数は残るわけで、容易ではないんだけれども、ただ国の方に言ってるのは、もともとフリーゲージで合意してて、そういった意味ではもうほぼハード的にはもう終わってるわけなんだけども、ここはですね、フリーゲージだったらもうそこ通ってるわけだから、在来線のところなんだけど、そうじゃなくなったのに全くこうアセスルートから動かないっていうのはどうなのかっていうのは我々もずっとこれ国の方に申し上げてて、少しはこう議論にならないので、全くピクリとも動かないという話もさせていただいているので、まあ、なかなか容易ではないと思うし、今北陸ルートもですね、非常に敦賀から関西圏で結ばれる可能性っていうのは非常に今厳しい。そして今言われているのは、まあ、武雄は遠い面乗り換えだけど、敦賀って15分ぐらいかかりますよね、乗り換えに。それをそのまま続けていくのかとか、この国全体で、しかも北海道もさらに今どん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 高騰しているので、そういう全国としてこの新幹線問題どうなっていくのかということも含めてですね、まあ、これから我々も議論をしっかりさせていただきたいと思っています。重ねてなんですけれども、まあ、そういった意味でそのルート自体 の, その評価ですね、まあ、知事の方では空港関連のルートは議論の価値があるっていうようなお話ぐらいからされてますけれども、まあ、そういった中でその、まあ、国はそのアセスが、まあ、最も効果が高いっていうふうに、まあ、再度こう強調したような形になってますけれども、まあ、そういった中でその、まあ、その折衷案ではないですけど、まあ、そういう間を通していくっていうようなことについて の, その可能性ってどう考えますか。可能性はゼロではないと思いますけれども、まあ、いろんな変数があるので、ただピクリとも動かないっていうことだと協議にならないので、まあ、そういった意味ではなんだろう、もっと胸襟を開いてね、いろんなところでいろんな議論を しながらだと思います。ただこの問題はそんな簡単にこう何かが決まるっていう問題ではないと私は思っていて、まあ、様々な今言ったような議論の中でも、例えば県議会の中でもですね、一つにまとまってるわけではなくて、さまざまな意見を受け止まってるわけです。なので、佐賀県として何かを決めていくっていうことも、これも一つのまたステップだし、そういった意味で、まあ、議論をさらに進めていくっていうことをやぶさかではないんだけれども、なかなか結論を得るというのは、至難なことだなと思っております。それでは、はい、西日本の、はい、米村さんお願いします。本新聞の米村です。2点あります。1点目が新幹線について、年末の国との協議では、まあ、国の意向次第では長崎との、地元自治体としての合意形成を図ることもやぶさかではない、協議する用意があるというようなお話があったと思います。今後、まあ、知事ご自身とかで、まあ、長崎県のトップ同士と、いう形で協議されるおつもり、まあ、や要因などはあるのかというのが、お伺いしたいところと、もう一つが、空港北側を通って、久留米方面につなぐという新しいルートも浮上しております。これに対して久留米の商工会議所の回答の方は、そういうルートを通すようなことを、まあ、実現できるように動いていくというような話もあっております。これに対して知事のお考えはどういったものかお伺いしたいと思います。はい、まず長崎との関係で言えば、南陸知事が1月の18日ですか、長崎県の馬場副知事と面談して、協議をしたようでありますけれども、長崎、何歳から長崎から話をしたいということであれば、いつでも対応すると伝えたというふうに聞いております。やはり
長崎と佐賀が合意して始めたっていうのが先ほど申し上げたように原点だから、まあ、そこはあの我々とするといつでも協議して、結構協議っていうか今 まさにゼロに戻ってしまってるわけだけれどもという準備はあります。そして、先ほどの久留米の話ですけれども、まあまあ、いろんな意見があっていいと思います。ですからまたあのこう様々な、まあ、変数って言いましたけれども、まあ、一つの考え方ということだと思うので、まあ、それ自身も様々なこれに対しても意見があると思うし、それはみんなでこれ様々なこう観点がある、のでそういったものも含めてですね、みんなで議論いただいたらいいなと思います。ありがとうございます。重ねてもう一つなんですが、佐賀玉屋のことについてお伺いします。先日佐賀玉屋の方が屋号を継承して、京都の不動産会社の方が、事業を継承するというような、ことが年末だったと思います。今後、新しい佐賀玉屋に対して求めるようなことが、思いなどありましたら。はい、もう特に百貨店に関して言えば、まあ、山形だったり徳島だったり島根だったり百貨店がなくなるっていう厳しい状況の中で、まあ、田中丸系というか玉屋さん 90年ですかね、もう経ってるわけですけれども、本当に敬意を表したいと思います。そして、本当につらかったと思います。コロナもあって、まあ、そうした中でそれでも継承されて、屋号を継承されて、玉屋自体が存続して百貨店も行われる、まだ継承されるということなので、まあ、本当に、まあ、関係者の皆さん方にも敬意を表したいと思います。そして新たに今回京都の方から佐賀大学の卒業生の方がリーダーで入ってこられるって側面しておりますけれども、まだお会いしておりませんけれども、ぜひ地域に密着した形で、また我々も県としても応援していくので、いい形で、まあ、この百貨店業なかなか難しいと思いますけど、難しい今局面に全国的にあるんだけれども、我々としてできること支援をしていきたいと思いますし、まあ、その他にも百貨店自体じゃないいろんな事業をやられてた会社だということなので、まあ、そういう複合的な面でも一緒に連携しながら進められたらなというふうに感じています。ありがとうございます。そろそろ時間となっておりますが、そしたら最後ということで、はい、STS の川並さんお願いします。佐賀テレビの川並です。能登半島地震の件にもちょっと関係してくるのかなと思うんですけども、安否不明者の氏名公表についてなんですが、先日島根県鳥取県が今年度中に、まあ、見直すというような話も出てましたけども、佐賀県の現状と今後そういったのを見直すとか、そういったことを考えていらっしゃるのか教えてください。氏名公表の件ですか。私はああいう倒壊家屋とかそういったことになれば氏名公表しようと思っています。それは結局ですね、私この災害対応ってやっぱり命の問題がとても大事で、だんだんこう時間が経ってくると避難所の問題になるんだけれども、やはり最初の3日間でどれだけの人を助け出せるのかっていうことが大切だと思うんです。なのでもし佐賀県だったらどうしてたかなってみんなで議論する中で、まあ、まずすぐヘリを飛ばして、あれ初日にですね、やっぱり若干温度差がありましたね。要は実際の映像っていうか、石川県以外のみんなが被災地じゃない人が思ってる初日のイメージと実際に起きていたところに大きな情報のギャップがあったと思うんですけども、もし佐賀県だったらすぐにヘリを飛ばして現状確認をして、まあ、要は何でしょう、こう空振りというか各国でこう、ね、自衛隊警察消防という実動部隊を事後完結型が大事ですから、行って自分たちで自衛できますから、そういうみんなを陸空海できる限りオペレーションで現地に入ってもらって、まずはこう人を助けるっていうことをやったと思うんです。で、この時に
これ国民の皆さん方にも佐賀県民にも共有してもらいたいのは、災害対応ってトリアージなんです。ちょっと残酷な言葉だけれども、普段だったら一人一人を助けに消防警察もレスキューも全力で行けるんですけども、あんだけ多く倒れると優先順位っていうのがどうしても立つので、確認ができるところとか人の声がするところとか多く埋まってそうなところが優先的にこれ行かざるを得ないんです。すごく悲しいことです、トリアージっていうのは。もう亡くなるのが分かっている方よりも可能性がある人とかってこう言葉にもしたくないようなことがしなければいけないのが災害対応なんです。それなかなか平時の時にできにくい、そんな話は。だけど実際そうなので、緊急時はそれを、だから119番とか110番に電話しても対応してもらえないんですよ、もう多くすぎて。普段はします、ちゃんと。なのでそういうことをみんなで共有するっていうことになると、僕はその誰がどこにおられるのかっていうのはとても大事な情報なので、悪いけど個人情報よりもそこは少しでも多く助ける、一人でも多く助けるっていうことが優先的になるので、ためらわずに公表しますというのが大切です。なのでこれ平時で考えるとすぐその個人情報とかって言うし、私はそこの議論ってすごく不思議だなと思ってて、例えば原発事故の時にコロナのことを考えるというのはおかしいって前から言ってますけども、ね、避難の時にそのあたりがなんか平時で考えるとみんなこうなんていうの、本当にこう修羅場っていうかきつい、助けたいっていうそこの部分がなかなかこうイメージできないところにこの災害対応の難しさがある。でも本当に大変なことが起きている現場ではということを、まあ、私はもう何度も現場に行ってその辛い状況を見てきているので、でも助けたい。でもそこで現場でね、亡くなっている方って今もう声上げられないんですよ。言いたいこといっぱいあったと思う、亡くなった方こうしてほしかったって。でもそういう声は届かない今ですね。だから本当にもう心からお悔やみ申し上げたいけども、我々はやっぱりそういう助けてほしかったのに、もしかしたら助かったかもしれないのに亡くなる皆さんにのためにもですね、そういう議論をして、命が大事だから私は今回公表して、もっと早くてもよかったと思うけれども、少しでも多くの命を助けるっていうことでみんなが折り合って共有できたらなというふうに先生考えています。はい、それでは以上をもちまして地域記者会見終了いたします。お疲れ様でした。